どうも全力投資です4月5日金曜日本日も資産公開やっていきますで、本日の動画では後半私の持ち株の中で決算を発表してきた銘柄がありましたので持ち株の決算について紹介をしていきますぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですということでまず本日の日本株の振り返りからやっていきますが今日も日経平均大幅下落となっていまして本日は39,000万円を割れての終了となっています 日経平均日中の値動きを見ていきますがスタート時点で昨日よりもかなり安かったんですけれども全場に関してはじわじわと売られるような動きになっていまして午場は若干盛り返していくような雰囲気もあったんですけれども引き間際一時期は3万9000円台に乗せているような時間もあったんですけれども最終的には少し売られて3万9000円を割り込んでの終了となっていますので今日の引けの値動きなんかを見ていると一旦は3万9000円を割って終了したいようなそんな雰囲気を感じた本日の値動きでした。ということで日経平均4月5日は昨日に比べてマイナス1.96% 値下がり幅で781円終値で38,992円となっています下値では買いが入ってきているような雰囲気もありますので安くなれば買いたいっていう人も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども短期的な受給で動いている部分がかなり大きいかと思いますのでこの辺りは冷静に値動きを見ていきたいと思います次にトピックスを見ていきますが今日もトピックスが意外と強かったというか日経平均と比べればなかなかいい値動きをしていたんじゃないかなと思います4月5日トピックスの日中の値動きですがトピックスも昨日よりだいぶ安い ところから始まった後しばらくはもみ合いだったんですけれどもちょうど10時半過ぎぐらいからですかね全日形に向けてはかなり売り込まれるような展開になっていたんですけれども碁場スタート以降は順調に買い戻されていますので今日は相場全体を見ても大型グロース銘柄とか成長株というよりも大型のバリュー高配当株そういったところへ資金が流れていたのかなと思います。 そんな結果、4月5日のトピックス、昨日に比べてマイナス1.08%値下がり幅で29ポイント終わり値で2702ポイントとなっています日経平均は3万9,000を割れての終了だったんですけれどもトピックスに関しては2700ポイントをなんとか保っていますのでその意味では本日トピックスはかなり底堅い動きだったかと思います値下がり率を見ても日経平均とトピックストピックスの方がだいたい半分ぐらいの値下がり率になっていますので市場全体を見れば日経平均ほどのダメージはなかったのかなと思ってます で、今日は一つ損出しの取引をしていまして、私の資産を公開する前に本日の取引について説明をしておきます。 ということで、本日の取引、J タワーですね。J タワーが今日の前場はかなりマイナスが出ていましたので、朝の10時ぐらいですかね、持ち株の100株損出しに使ってます。で、買い戻しに関しては NISA の成長投資枠でしていますので、今日の J タワーの損出しでだいたい3万5千円ぐらいですかね、そのぐらい損出しができたかと思います。なので、その20.315%を考えれば、大体7千円ぐらいの税金が戻ってくるのかなと思いますので、J タワーは本日損出しできてよかったかなと思ってます。なんですけれども、元々の予定では特定口座で持っていた J タワー、損出し,して、 新たに買い戻す時も特定口座で買おうと思っていたんですけれども注文の仕方を間違えましてニーサの成長投資枠で買ってしまったんですよねニーサの成長投資枠私は基本的には高配当株で埋めようと思っていたんですけれども計らずも J タワーが入ってしまったということでニーサの成長投資枠年間で確か240万円だったと思いますので今日の J タワーの買い戻しニーサの成長投資枠を使ってしまったのは個人的にはかなり痛い失敗だったかなと思ってますなんですけれどもしっかりと損出しができましたのでこの辺りは前向きに考えていきたいと思ってます。 はい。そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、4月5日は昨日に比べて、プラス19,747円となっていまして、証券構造内の資産合計額で3,7559,781円となっています。本日の楽天証券で保有している金融資産額、これだけ株式相場が下げているのに、私の資産額増えてるんですよね。で、その理由についてお話をしておくと、今日は j タワーの損出しをするために、他の口座で持っていた現金を30万円ほど楽天証券に入金して していますなので昨日から持っていた資産の値動きでいうと大体マイナス28万円ぐらいだったかなと思うんですけれども私の日本株のポートフォリオ値下がり率でいうと本日は0.72%となっていましたのでトピックスなんかと比べてもまだまだ値下がり率としてはマシだったかなと思います。 ということで、個別株の値動きを見ていくんですけれども、今日値下がり率としてはトピックスよりもマシではあるんですけれども、やっぱり売られている銘柄かなり多かったですね。で、建設とか設備関連に関しては値動きまちまちといったところで、引き続き大団がかなりいい値動きになっているんですけれども、今日はアルトナーがめちゃくちゃ強かったですね。はい。で、そこからもサービス関連は値動きまちまちといったところですが、リーサ枠ーーで持っているキリンホールディングス、本日はプラス21円ということで、しっかりした値動きになっています。 直近でで買っった銘柄なんすすけれども、含み益ししかりとキープしてますねで。その次エレマテック東京エレクトロンデバイスこの辺りの動きまちまちなんですけれども東京エレクトロンデバイスが本日もそこそこ大きな値下がりになっていますで総実がマイナス20円ですね不動産セクターに関してはヒューリックからヒューリックリート投資法人まですべて値下がりとなっていますで栗山ホールディングスがプラス1円ですね、まあ、こちらも踏ん張っているといったところですがクラレとか電化三菱ケミカルタキロン CI このたりの化学セクターに関しては値動きまちまちですでエサレホールディングスがプラス15円しっかりした値動きですね はいで今日損出しに使った J タワーなんですけれども最終的にはプラス125円ということで値上がりをしていまして私が損出しをした時はかなり値下がりしていたんですけれどもそこからまた株価もぐんぐんと戻してきて NISA の成長投資枠で含み益が1万4,000円ほど出ていますのでなかなかいいタイミングで損出しができたんじゃないかなと思ってます。 はい。で、そこから下は全部弱いですね。東洋タイヤに関しても本日はマイナス17円ということで、含み益はまだ何とか出てますね。で、日本製鉄がプラス7円、小幅に上昇となっています。なんですけれども、それ以降も全部弱いですね。輸送用機器に関しても本日はかなりきつい下落だったかと思います。あとは東京精密もマイナス495円となっていまして、昨日なかなかいい上げを見せていたかなと思うんですけれども、一転して大きな下落になっています。 あとは、タカランドカンパニーがプラス5円で、岡村あたりもしっかりした値動きですね。ローランドは引き続き株価難聴といったところです。で、商社セクターなんですけれども、本日は伊藤忠小幅にマイナスとなっています。調理なんかもマイナス20円ということで、そこまで下落率としては大きくないんですけれども、売られてますね。で、商社周りで買われたところだと、金松と伊藤忠クスですね。この2社はしっかりと上昇しているんですけれども、それ以外に関しては売られてます。 で、金融セクターの中でも値上がりしているのは保険株だけですねそれ以外に関しては基本的には弱い一日だったかと思います。 はい。で、イオンモールがプラス8円で、東ーセがマイナス29円ということで、このあたりも値、ね、動きまちまちなんですけれども、先行グループがプラス11円ということで、しっかりした値動きです。私が購入してからだと、だいたい100円ぐらい値上がりしているかなと思うんですけれども、含み益も結構出てきてますね。で、情報通信セクターに関しては NTT 値動きなしとなっていますが、その他スカパートソフトバンクに関しては小幅マイナスとなっています。 あととは電源開発とかアイネット1年この辺りも弱いですね。でクレオがプラス3円ということで小幅上昇となっていますがヤマダホールディングスこういう日に限ってプラス3.6円ということでしっかり下値動きになっています。 山田ホールディングスは本当に天の弱な値動きをします、ね、なかなかつかみどころがないというかよくわからない銘柄ですね。ということで持ち株ざっと眺めてみましたけれども売られている銘柄だいたい全体の6割から7割ぐらいだったかと思いますのでポートフォリオ自体も値下がりしているんですけれども本日は値動きが弱かった銘柄非常に多かったかと思います。そんな結果楽天証券に保有している金融資産額3755万9781円となっています。 次に楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが4月5日終了時点で4,225万6,510円となっています。 私の総資産額、本日はだいたい30万円弱減ってしまっているんですけれども、総資産額もなんとか4200万円台をキープしていますので、このままのペースで日本株の調整が続いてくれたら嬉しいなぁと思うんですけれども、まだまだ4200万円を割り込んでくる可能性は十分にあるかと思いますので、そのあたりのシナリオもしっかりと想定をしておきたいと思います。ということで、今週日本株かなり難聴ですね。個人投資家さんの中でも、新入社以降個別株を始めた方とかにとっては、かなりしんどい1週間だったかと思うんですけれども、そんな中、私の持ち 持ち株の中で結構いい決算を出してきた銘柄がありましたので動画の後半ここからは私の持ち株で本日決算を発表した銘柄について紹介をしていきます。 ということで、その銘柄が当世ですね。4月5日終了時点の株価で2411円となっているんですけれども、時価総額で言うと大体1200億円ぐらいの銘柄になりますので、中型株としてはそこそこの規模感の銘柄かなと思います。で、この当世なんですけれども、やっていることとしては不動産事業になりまして、で不動産の中でもちょっと変わった事業展開をしているんですけれども、当世の中には不動産開発とか不動産再生、あと賃貸業とかホテル業、その他不動産の資産運用をするような、そういった事業とかもありまして、不動産の中でも 身体に偏ったりとかホテルに偏ったりとかそういったことをするのではなくって不動産という大きな括りの中で事業ポートフォリオを多角化させることで収益を安定させている会社になっていますで、決算期が11月になりますので2024年11月期の第一四半期の決算が発表されたんですけれどもこの内容が結構良かったんですよね本日発表された決算2024年11月期の第一四半期ですねまず売上高第一四半期終了時点で348億円となっていましてこの数字が前期に対してプラス12.3% となっていますで売上高に関しては順調に伸びているなという雰囲気ではあるんですけれども注目なのは利益面ですね営業利益95億8500万円となっていましてこちらの数字なんと前期に対してプラス41.4%ですねで最終利益に関しては64億円となっていましてこちらが前期に対してプラス45.7%となっていますということで売上高の伸びはそこそこなんですけれども利益面の伸びが結構えぐいんですよね。ということでその要因個別に見ていくんですけれども事業セグメントごとに詳細を見ていきたいと 思いますでまずはじめに不動産再生事業なんですけれどもこちらに関しては売上高前期に対してマイナス34.7%となっていまして利益に関しても前期に対して大体38%ぐらい減ってしまっているということで不動産再生事業に関してはなかなか振るってないという状況ですねなのですが新たに仕入れ物件とかもあるみたいですのでこの辺りはまた次回以降の決算で利益が出てくることを期待したいと思ってますで不動産開発事業ですね不動産開発事業は売上高前期に対して643%ということでか かなり増えているんですけれども、営業利益に関しても、前期の第一四半期の営業利益2億1500万円だったのが、今期に関しては47億3100万円出てきているということになりますので、不動産開発事業もね、かなり好調といったところです。はい、で次に賃貸事業ですね。こちらが売上高が前期に対して14.5%ほど増えているんですけれども、利益に関してもプラス9%となっていますので、賃貸事業に関してもね、なかなか好調なんじゃないかなと思います。 で不動産ファンドコンサルティング事業ということで資産運用をしているような事業部門ですねここに関しては売上高が前期に対してだいたい6%弱減っているということで利益に関しても12%ほど減少しているということですねで不動産管理事業ですけれども管理物件自体は前期の第一四半期から比べると55頭増えているということでしっかりと事業拡大をできているような様子なんですけれどもその結果売上高に関しては前期に比べてプラス3.6%セグメント利益に関してもプラス9.9%およそ10%ぐらいですねそのぐらい順調に 増えています。 で利益のの伸びでで結構大きかったのがホテル事業ですね売上高はこちらが73%去年から増えているということで売上高はしっかり増えているんですけれども利益に関しても191%となっていましてここ最近インバウンドもかなり活発に外国人が日本に来ているという状況ですのでホテル事業はかなり調子が良さそうですねそんな結果当世の今期の業績進捗1年の4分の1が終わった状況ですけれども売上高に関しては第1クォーター終了時点で37.9%まで進捗をしていまして1年の4分の1が終わって 25%以上の進捗であればなかなかいいんじゃないかなといったところではあるんですけれども売上高の進捗はね今現時点ではかなり調子がいいんじゃないかなと思います。 で利益面がかなり進捗をしていまして第1クォーター終了時点で今年の目標に対して進捗率54%となってるんですね。ということになりますので1年の4分の1が終わっておよそ1年間で稼ぐ予定だった大体半分ぐらいまでは今もうすでに稼げているという状況になっていますのでこの辺りはねなかなか評価されるんじゃないかなと思うんですけれども当政は毎年第1クォーターに比較的利益が出やすい会社になっていますので去年と比べて進捗率どうなんだっていうところが結構重要になってくるんですけれども去年 去年は第1四半期終了時点の進捗率42%ぐらいだったのが今年は54%となっていますのでこのままのペースで進捗すれば今期は当初の目標よりもかなり業績は上振れてくるんじゃないかなと思ってます。 経常利益に関しても似たような状況ですね当期利益に関しても第1クォーター終了時点で57%の進捗となっていまして前期が第1クォーター終了時点での進捗率42%でしたので今年はね当期利益まで見てもかなり進捗率がいい状況ですねで年間の業績に関してもしっかりと伸びてきているんですけれども当世は配当金もしっかり伸ばしてきてるんですよね2024年11月期一株当たり73円の配当金を予定しているんですけれどもこちらの数字前期からだいたい7円ほど増配ということでまた第一四半期終了時 とということで今回の決算では増配アナウンスなかったんですけれども今期はね棋中の増配なんかも期待できるんじゃないかなと思ってます。 1> で1点補足しておくとこちらの会社2024年1月に中期経営計画を発表しているんですけれども今年の配当成功31.5%ということで昨年が配当成功30%だったんですけれども今年は配当成功も若干増やすって言ってるんですねで2026年11月期に関しては配当成功35%にするということで向こう3年間で配当成功も少しずつ上げていくということで発表していますのでこの辺りからも今期来期に向けて今の配当金73円からさらに増配は期待できるんじゃないかなと思って ただし注意点も一つお伝えをしておくとこちらの銘柄期末の一括配当なんでですねで本決算が2024年11月期となっていますので中間期の配当金はありませんので配当の権利取りという意味ではまだまだだいぶ先になりますので今回の決算で飛びつくというよりもまだまだこの先は値下がりしてくる可能性もありますのでその辺りはねもし購入したい人がいればしっかりとタイミングは見極めていく必要があるんじゃないかなと思ってます。 何はともあれ本日当政はかなりいい決算の内容を発表してくれましたので今世界情勢も不安定でアメリカも経済状況どうなるかこの先まだまだ不透明なところがありますけれども以前からお話ししている通り日本企業に関してはねどこもかなり業績がいいかなと思いますのでここから5月の初旬に向けてまだまだたくさんの決算が発表されてきますけれども各社から発表される決算の内容には期待をしたいと思います以上